Thank you.
Thank you.
皆さんこんにちは、麺飯店俵飯の、俵です。 TBS テレビの、マツコの知らない世界、見てくださった方ありがとうございます。今回は、デカ盛りではなく、ね、デカ盛りでヒットしたわけではなく、天津飯のね、味で、選んでいただいたっていうことを本当に嬉しく思います。見た目とか、量だけじゃなくて、やっぱり基本的に、味にこだわって、ね、毎日作ってますので、それを、評価していただいたと、味を評価していただけたこと本当に、嬉しく思います。ありがとうございます。で今回は、天津飯、ね、天津飯世界、天津飯の世界ってことで、豚肉入り天津飯という、黒板メニューを紹介していただきました。何種類かね、うち天津飯あります。それ一つずつ取ろうかなと思ったんですけど、もう一気に、まあ取れ、分かりやすい、分かりやすい3種類、3種類ね、それをちょっと作って今日は食べてみたいと思います。いただきます。最初、これですね。これ醤油ベースの、あっさりめの、天津飯です。感じです。シンプルです。まず1個目、天津飯、シンプルでとても美味しかったです。
ます。だから、2つ目、豚肉入り天津飯ちょっときついです。2つ目、次はね、エビ天津塩だれ飯。まあ塩だれのエビ入り天津飯の塩だれがけですね。中にこういう風にエビが入ってます。エビ、
うん、です。波の章を3つに急げばよかったです。やっぱね、僕らはもうちょうどいい量食べなきゃダメですね。うん、お疲れ様でした。